堀井学前衆議院議員の辞職に伴い、昨日繰り上げ当選が決まった高橋祐介さんが国会に初登院し、抱負を語りました。今日午前、当選証書を受け取り、初登院した高橋祐介さん。堀井元議員の辞職を受けた今回の繰り上げ当選は、自民党の比例北海道ブロックの名簿に載っていた船橋利実参議院議員と前田和夫道議が当選を辞退したため、3番目だった高橋さんの初当選が決まりました。いや、身が引き締まる思いです。はい、自民党も変えていかないといけないというふうに思ってますので、私自身しっかりと取り組んでいきたいと思っております。